新卒一年目が向き合う生成 AI 事業の開発を加速させる技術選定株式会社 AI シフトから安井体制が発表させていただきます今回はこのような流れでお話をさせていただきますまず AI シフトについて簡単にご紹介をさせていただいた後に私の所属する事業の概要とそこで向き合った技術選定について次に私自身が新卒一年目として 開発速度を加速させるために行った取り組みアクションについてご紹介をさせていただきますまずは AI シフトについてです AI シフトは人らしい世の中を作るというビジョンと AI を民主化するというミッションをもとにプロダクトを展開しておりますえ2023年10月時点では AI メッセンジャーチャットボットと AI メッセンジャーボイスボットという 二つの事業を主軸にプロダクトを展開しておりました。ですが、二千二十四年十月時点では、AI メッセンジャーサマリーと AI ワーカーという二つの新規事業が立ち上がり、昨年に比べて倍の事業数となっております。その中でも今回取り扱います事業は私の所属する生成 AI の業務改善支援に関わる新規プロダクトについてご紹介をします。 その私の所属する事業の概要と技術選定についてです。私たちのチームでは二つのプロダクトを開発しております。一つ目が業務改善プラットフォームである AI w o r ー e r です。これは二千二十三年十一月から開発が開始された新規事業になります。これは LLM を用いた業務改善プラットフォームとなっております。 二つ目が POC 効率化プラットフォームである AI Worker Studio ですこれは POC の効率化を目的としており柔軟なワークフローによって LLM のアウトプットを制御しますまた社内情報を含むラグであったり複数の出力フォーマットに対応しているというところから柔軟なワークフローを構築することができます改めての整理になりますが 私たちのチームではこれら二つのプロダクトを開発しております一つ目が業務改善プラットフォームである AI ワーカーですこれは B2E のサービスになっておりユーザーが LLM をセキュアに自由に使える環境を提供しますもう一方が POC 効率化のプラットフォームである AI ワーカースタジオですこれは基本的なユーザーは AI シフト社内の専門チームになり柔軟なワークフローと 評価の仕組みによって効率的な LLM の精度向上を実現しますこれらがプロダクトのご紹介になりますその上で私たちのチームが向き合った技術選定についてをご紹介します技術選定の全体像としてはこのような構成になっておりますまずはフロントエンドについてです フロントエンドの特徴の一つ目としましてはリアクトプラスビートの SPA 構成とクラウドフレアページーズへのホスティングが挙げられます当然これによってビルド結果を静的にホスティングするだけで完結するというところから高速なデプロイが可能ですしまたクラウドフレアページーズのプレビュー環境も積極的に活用しながらレビューの効率化を図っておりますこういった技術選定を行った背景として 私たちの向き合う生成 AI というドメインはとにかく変化の激しい事業領域になりますえ、だからこそそういった事業領域において最速で価値を提供する必要がありました私たちの向き合うドメインは毎月のように新しい LLM のモデルが登場したりと激しくビジネスの状況が変化するような環境ですえ、だからこそ開発者はより本質的なドメインに集中できる環境が望ましいというところで フレームワークに依存せず最小の構成で開発を開始できるそういった観点からこのような技術構成を取りましたまた B2B×LLM というアプリケーションにおいては UI が描画された後の体験に UX 向上のポイントが存在しているというふうにも思っております例えばチャット g p t のようなストリーミングによるレスポンスをどのようにユーザーに返却するかであったり 生成までに時間のかかる LLM の非同期処理をどのようにユーザーに待機させるかであったりこういった観点においては一概にレンダリングの手法だけでは解決することができず UI が描画された後の体験にフォーカスをする必要がありました。特徴の二つ目としては効率的なルーティィングとディレクトリ設計ですライブラリーとしてはターンスタックルーターというライブラリーを採用しました。 これにによっててフファイルルベースとルーーストティィィングでフィーチャーごとにディレクトリを配置しておりますまたコードスプリッティングで初回のバンドルサイズを軽減するよりも心がけております従来のコードベーストルーティングで必要であった実装を整理したいと思いますすると各ルートに対応するパストコンポーネントのマッピングであったりリアクトレイジを用いた動的インポートによるコードスプリッティングであったり ルーティングをタイプセーフにするための型定義であったりこういった実装が従来のコードベーストルーティングでは必要だった認識ですですがこれらの実装というのは本質的にビジネスに価値を生むものではないと考えております。だからこそ私たちのチームでは積極的にファイルベーストルーティングを採用し各ルートに対応するパスとコンポーネントのマッピングはタンスタックルーターの CLI が自動生成をしてくれ リアクトドットレイジを用いた動的インポートによるコードスプリッティングもファイル名を分割するだけで対応ができます。またルーティングをタイプセーフにするための型定義もライブラリー側がよしなにアプリケーション全体で型推論をしてくれますしディレクトリ設計に関してもフィーチャーベーストでルートごとに関心を閉じた設計が可能になっています。私たちはファイルベーストルーティングを積極的に採用することで従来のコードベーストルーティングで必要だった 作業的な工数を削減し効率的なルーティングを実現しています。最後に特徴の3つ目として可能な限りオープン API からの自動生成をするように徹底しています。ライブラリーとしては状態管理に単スタッククエリをスキーマ・バリデーションに ZOT をこれらを自動生成するために o v バルを採用しています。これによって 開発工数の大幅な削減を実現し、フロントエンド、バックエンド、双方で二重にスキーマを管理することを回避しています。また、チーム間の実装コードの統一といったメリットも享受できています。改めてオープン a p i から生成が可能なものを整理したいと思います。すると、API のリクエスト、レスポンスのスキーマであったり、エンドポイントごとの HTTP クライアントであったり、 タタンスタッククエリのカスタムフックであったり Mock データこういった実装に関してはオープン API から自動生成が可能なものだというふうふに整理をしますその中でも私たちのチームでは上記の3つ API のリクエスト・レスポンスのスキーマエンドポイントごとの HTTP クライアントタンスタッククエリのカスタムフックこれらについての自動生成を行っています。 その結果として API とのつなぎ込みが一行で完了するようになりました簡単な例をご紹介しますまずオーバルがオープン API のリクエストレスポンスのスキーマから Zot のスキーマを自動生成してくれますそのスキーマに依存する形で HTTP クライアントを自動生成してくれさらにその HTTP クライアントをラップする形でタンスタッククエリのカスタムフックが自動生成されます これによって私たち開発者はページのトップでタンスタッククエリのカスタムフックを呼ぶだけで API とのつなぎ込みが完了するこういった状況を作ることができました改めて自動生成によるメリットを整理しますフロントエンドバックエンド双方で API スキーマを管理する必要がなくなるため API とのスキーマの乖離が限りなくなくなります またチーーム間でのの実装コードの統一といいったメリットも享受していますこれは先ほどご紹介したようにページのトップでタンスタッククエリのカスタムフックを呼ぶだけでつな、えー、ぎ込みが完了するといった点からそのカスタムフックの内部の実装の詳細に関して開発者が関心を持つ必要がなくなったといった点が寄与していると思っています。またたた何より私たちが一番大切にしてきた 作業的な実装を削減しよりビジネスに価値のある実装に集中ができるこういった環境を作ることができました最後に簡単ではありますがバックエンドの技術構成についてもご紹介をしますやはりフロントエンドから見た特徴としてはバックエンドにもタイプスクリプトを採用しているという点が大きくありますフレームワークには炎をゾットオープン API でスキーマを管理しています OR マッパーにはドリズルをインフラは GCP を基本にしたマルチクラウドの構成となっていますフロントエンドから見た特徴としてはやはり各種隙間をタイプスクリプトで記述ができるという点は大きいです例えばオープン API であれば Zot とタイプスクリプトで記述ができますしデータベースの隙間に関してもドリズルを使ってタイプスクリプトでテーブル定義ができるようになっています 以上が技術選定の全体像となりますそれでは次に私自身が新卒1年目としてこれらの開発を加速させるために取り組んだアクションについてご紹介をいたしますまず一つ目がフルタイプスクリプトによる触手の横断です私たちのチームはフロントエンドが2人バックエンドが1人インフラが1人デザイナーが1人というチーム体制で開発をしております このチーム構成の課題感としてはどうしてもフロントエンドが2人バックエンドが1人という点で UI が先行して進んでしまい API 実装の負担が増加してししてままう傾向にありましたそこで私たちはフルタイプスクリプトを選択したことにより言語によるコンテキストスイッチが解消されフロントエンドバックエンド双方の横断が活発化しました。 これは特にウェブ標準に準にに拠した炎ととの相乗効果というふうふも考えております実際に私自身もある月はバックエンドに専念をしたりある月はフロントエンドからバックエンドまで一気通貫して実装するなどチームの状況によって求められた役割を担えたというのもこのフルタイプスクリプトによる恩恵だというふうに思っております。また共通の NPM パッケージを 双方で実行でききるとというのも非常に大きなメリットだと思っております特に私たちの開発ではフロードというワークフローの実行エンジンを使用しておりますがこれをフロントエンドバックエンド双方で実行できるというところでタイプスクリプトのメリットを感じております改めてフルタイプスクリプトによって開発者の人的リソースを最大化し開発速度の大幅な向上を実現することができました。 次に徹底したコードの自動生成です改めて新規機能の追加において発生するフローを簡単ではありますがご紹介をします。バックエンドはデータベースの設計をしマイグレーションをかけ API スキーマを更新し API を実装する。フロントエンドはページが必要であればルートの追加をし UI を実装して API クライアントの追加をし API とのつなぎ込みをする。 こういった実装があるかと思います私たちのチームでは徹底したコードの自動生成を行うことによってマイグレーションはドリズルキットが API スキーマの更新は ZOPENAPI がルートの追加はタンスタックルータ o が API クライアントの追加はオーバルがそれぞれ自動生成をしてくれますこれによって私たち開発者はデータベースの設計から API の実装 UI の実装とつなぎ込みといったこれらの実装にフォーカスをすることができるようになりましたこれはすなわちよりビジネスに価値のある実装に集中ができる環境が整ったというふうに捉えております次に活発なドキュメント文化についてです私たちのチームでは ADR の運用をしております これは技術選定に至るまでのログを記録するといったもので特にフォーマットだったり厳しい制約は設けず気軽に思考を整理できる箱を用意いたしましたこの ADR の運用を開始したきっかけとしましては技術選定をする際にある要件があったとしますその要件に対して A と B という2つの技術を比較したとし最終的に A という技術を採用した場合 この A という技術に対するログというのは非常に残りやすいと思う一方でなぜ B ではなく A を選択したのかというこの比較検討にに関するログといいうののは非常に残りづらいものだというふうふに思っておりますだからこそこの ADR を積極的に活用することによって結果ではなくその過程のログを残しあとからなぜこの技術を選定したのかという点で 意思決定の振り返りができる体制を作ることに成功しましたまたデザインドックスでの要件整理も徹底しています特に私たちのチームは PM がいない組織ですので開発者がそれぞれ要件整理から実装までを行う必要がありますだからこそこのデザインドックスを積極的に活用することでデザイナーと細かく相談をしながらレビューを繰り返し 大きな手戻りを防ぐためにもデザインドックスを活用しています活発なのはドキュメント文化だけではありません社内のアウトプット文化も非常に活発化しております AI シフトでは全のパブリケーションを作成し運用をしていますこれはさまざまな社員の方の協力もあって1年間で30記事の投稿がされています このパブリケーションを作った背景としては個々人が会社のためにアウトプットできる箱を用意したという背景がありますまた週に1回の技術トーク会も開催しており週に1回フロントエンドバックエンド双方で開催をしております特に事業の数が拡大するにつれ普段関わりの少ない社員同士の交流の機会を作るといった観点でも非常に有意義な場となっております またここで学んだ内容発信された内容は開催した内容をまとめて全のパブリケーションで発信するといったアウトトプットも行っておりますこれらの施策を打ったことによりアウトトプットのいい循環が生ままれたとううふうに考えております私たち開発者が日常に行っているインプットを週に1回の技術トーク会でアウトプットをし そのアウトプットによってさまざま集められた知見をそれぞれが業務で生かしてその業務で得られた体験であったり知見というものをさらに記事として公開するそして開発者は日々のインプットにさらに励むこういったいいアウトプットの循環を生むことに成功しました。このののアウトトプットの循環というのは当然組織を活性化させますですがそれだけではなくて開発速度さえも 加速させていくものだというふうに考えております改めてになりますがこれらが私が新卒1年目として開発速度を加速させるために取り組んだアクションになりますこれらができたのも変化の激しい事業領域だったからこそだというふうに思っておりますこういった領域だからこそ新卒1年目からでもオーナーシップを持ってアクションが取れるというふうに考えております 最後にまとめになります生成 AI というドメインは特に変化が激しい領域ですだからこそ開発者はいかに本質的なドメインに集中できるかいかに開発者のリソースを最大化させるかいかに手戻りなく着実に前に進むかこういった観点が非常に重要になってきます そんな中で AI シフトが意識した取り組みとしては本質的なビジネスドメインに集中をするために徹底したコードの自動生成を行い開発者のリソースを最大化させるためにフルタイプスクリプトによる職種の横断を実現し手戻りなく着実に前に進むために ADR とデザインドックスによるドキュメント文化の醸成を行いました。最後に 生成 AI のドメインに向き合うためにはその変化に対応し得る開発の環境と仕組みづくりが非常に重要になってくると思います私自身もこれから一開発者としてこのドメインに対して真剣に全力で向き合っていけたらと思っておりますご清聴いただきありがとうございました